はい、4月の7日水曜日になりまして、春風亭昇太と井上紀美香でございます。いや、あなたとハッピーでも言ってましたけど、はい、池江璃花子さんが、すごいですね。ねえ、もうなんかもう筋書き書いてるかのような、もう感動大巨編を今見てるわけですよ、はい、ニュース見るたびにもう泣けます。人手なしの君も。もちろん。そうですか。すごいじゃないですか。いや、すごいよね、はい、なんかね、はい、いや、だからアスリートの、はい、ああいう人たちって、やっぱりこうちょっと常人じゃないんだなっていうのがね、よくわかりますね。ああいうのだから、ああいうの見ると、やっぱりあれだね、スポーツって素晴らしいなと思うし、努力するっていうのは尊いことだと思いますよ。お医者様がコメントされてたんですけど、はい、本人の努力とあと周りのサポート、うん、はいはい、そういうものがすごいっておっしゃってて、はいはい、そうよねと思いました。いや、だからその本人の努力、だから僕に一番足らないの何かなと思ったら、本人の努力なんだなっていう。周りのサポートも少々足りてないのかもしれません。これはちょっともう私も反省しなければならない点なんですけれども確かに乾ちゃんからサポートを受けた気がないね、はい、申し訳ありません、一回もないね、すみませんなんでこの時こんなこと言うんだって腹立ったことは何度もあるけど、すみません、もう足を引っ張ることしかできていなかったので、私もちょっと反省しきりで、すごいですよね、はい、だからね、僕もね、あれなんですよ今、はい、実は結構努力してるんですよ、僕今までいろいろやってきましたけど、今なんか俺すごい歩き満々で頑張ってるな春風亭昇太って思ってるんですよ、何かっていうと、熱海五郎一座やるじゃないですか、はいはいね、6月そうそうそうですよね。で、熱海五郎一座って、はい、あんまり稽古しないんで有名なあれなんですよ特に翔太さんはこう噛んでもいいっていう役が多いですもんねそうそう、一回三宅さんから練習するなって言われたんですよ、翔ちゃん練習すると、はい、ここのセリフ上手くなっちゃうから練習しないでって言われて俺稽古場にいるんだよ、稽古場にいるのに僕のシーンになると そこをすっ飛ばして次の稽古移ったりなんかして何のためにここにいるんだみたいな周りの人たちを見ててくださいみたいな、そういうのがあったぐらいなんです、ね、だからね、で、実際6月なので、お芝居の稽古って、まあ、5月に入ってからやるんですね、はい、でみんなね、まあ、言ったらちょっとベテランが多いので、なのでなんかこうでパートパートで練習できるようにもなってるんですよ、はい、場面場面、まあ、全員揃えるわけじゃないですもんね、そう、はい、いろんなお芝居とかね僕も参加しましたけど、大概全員揃って、ほんでやるわけですよ、でだからそのさっきの話じゃないけど、はい、自分の稽古の場所じゃないところもずっといるわけですよ、うんうんうん、だけど、うん、熱海五郎一座は大人の一座ですから、はい、だからその人が出るところに後から入ってきたり、うんうん、自分の出番のところが終わったら帰ったりしてるわけですよ、それでまあ成立してるんですけど、今違うんですよ、すでに稽古が始まってるからって、あら早いですね今年は。そうです、でそれは何かというと、またこれ全員で集まってるわけじゃないんですね、来れる人だけ、そうなんそうなん、はい、音楽をやらなきゃいけなくて、で、その楽器をね、はい、練習してるんですよ、僕はトロンボーンなんですけど、それが始まってるんだけど、これ今ものすごい一生懸命やってるのよ、僕がトロンボーン、うん、前からねお上手でしたけれども、いや前からやってたやつは、吹けそうなとこだけ吹いてたもんねできる範囲で で僕楽譜読めないんですよ、はい、全然、もうなんだか分かんないけど、昔から楽だけ、楽譜は全く頭に入ってこないのね、じゃあどから数えないと分からない、そうそう、でトロンボーン、じゃあどうやって吹いてるんだっていうと、はい、トロンボーンは、音を覚えて、音楽を覚えて、でトロンボーンってポジションナンバーってあるんですよ、はいね、ドが1とかね、なんかそういうあるんですよ、はい、でそのポジションナンバーをバーって書いて、
でそれを見ながら覚えた音を、うんうんうん、そこに当てて吹いてるんですよ。おー、なんかそっちのやり方の方がプロっぽくないですか？なんか聞いて覚えるっていう。いやだからさ、あの同じ、はい、ポジションナンバーが例えば3でも、うんうんうん、いろんな音が出るのね。口のその開き具合で、そうそうそう、低い音だったり高い音だったり、それ出るんだけど、はい、ただポジションナンバー書いてるだけだから、はいはい、それが高いのか低いのか覚えてないと分かんないわけですよ。あ、なるほど、うん、だから、うん、僕はいつもオイランズで、こういう雑誌を率いる、はい、ジャズバンド、ニューオイランズで吹くときは、はい、こう頭で覚えて、ポジションナンバー書いて、吹いてんだけど、自分の吹けるとこだけ吹いてるんですよ。うん、なるほど。危なくなったら、うん、チロッとした顔してカウント取ってるふりして吹かなかったりしてるわけですよ。苦しくないところだけみたいな。そうだから、はい、ショートさんってあん失敗しないですねって言われるんだけど、当たり前で失敗しそうだけやってた。できるとこだけ吹いてるから失敗絶対しないのさ。だからオイランズの中では、なんかちょっと上手みたいなことを言われたりだからしてるんだけど私も騙されてました。決してそうじゃないんです、ね、なるほど、だけど、はい、今回は楽譜を渡されて、はい、これを吹いてくださいと。できるできないじゃないんですよ、これを吹いてください。ちゃんと譜面通りにやってくださいと、やってくださいと。おお。でもうそれからもうずっと音楽聴きっぱなしよ。もう分かんないから、とにかく全部頭の中にメロディーを入れないといけないから、まずは曲を覚えて、そう、鼻歌をこう歌えるぐらいまで、はい、全部一曲全部丸々覚えて、でポジションナンバーっていうのを書いてもらって、はい、それでこう吹いてんですよ。おお。で今まで吹いたこともないような高い音を出さないといけないんですよ。ってやつ出さないといけないんだけど、はい、それがもう出ないんですね。うーん、だから今それをずっとやってんの。あら、努力家。今もう時間があったらやってんの。いや、すごいですね。信じられないぐらいいい子なの今。なんで今までやんなかったんですか。わからない。わからない。なんでやってこなかったのか。夏休みの宿題を、始業式の前日まで、残しとくみたいな。なんでやんなかったのか。わからない。今から、今、小学校時代に戻ったら、すごい成績抜群になると思うんだよ。ですよね。だって、今このバッグの中にも、トロンボーンは入れられないけど、マウスピースは入ってるんですよ。持ち歩いてるんだ。まあ、マウスピースだけでも練習できますからね。高い、だから、これからね、ちょっと僕は金沢にこれから行くんですけど、マウスピースだけ持ってて、ホテルでピーって高い音が出るように、練習をこうするために、いっぱい入ってるんですよ。信じられないぐらい。これもし、20年前からそれやってたらとてつもないことになってたのかなって思いました、今。前々からね、いや、小学生の頃から学校の先生に君はやればできるんだかって言われてきたのさ。でずっと、やらずに来たわけね。ポテンシャルは常に保ちつつ、そう君はやればできるって言われたけど、やんなかったもんさ。努力し続けられる人ってすごいですよね。よく努力し続けることが才能とか言いますけど、本当すごいと思います。うん、私も何もできないので、毎日コツコツ何かをできるってすごいことですよね。いや本当そうだと思うわ。なんでこれに早く気がつかなかった。じゃあぜひ、いやもう手遅れだと思うんだけど、翔太さんのお弟子さんにはそれをぜひ伝えてください。いや、これは僕直接指導はして、あんまりしてないから、もう俺を見て、あ、なるほど、ね、育てようっていう感じなんですよ。突如努力し始めた自分を見て学んでくれと。だから今までのことはもう忘れてほしい。ここからの俺を見てくれと。ここ 2,3 週間前からの僕を見て最近育ってほしい。最近もうだって皆さん弟子入りして真打ちになろうっていうところまで来てるのに。だからかわいそうだな。そういう弟子は本当かわいそうだよ。まあそれも運命だから。いや、反面教師としてもしかしたらいろんなことを学んでいらっしゃるのかもしれません。いやいや、もう頑張りますよ。まだまだ出ない音があるんで、当日までには出るように頑張りますんで、そんな師匠の姿を見ていただきたいということで、今日はゲスト、
翔太さんのお弟子さんをお招きしております、はいはい、今日はうちの弟子を、はい、ゲストということで、お呼びしておりますので、はい、後からどんな師匠なのか弟子の口から聞いていただければということでございますよ。じゃあそろそろ参りましょう。翔太一門から東大出身の真打ち誕生、春風亭昇吉さん生登場。春風亭昇太と井上公子のラジオビバリーヒルズ。今日のゲスト春風亭昇吉さんです。翔太さんの2番弟子で、なんと落語史上において東京大学出身として初の真打ちになられるということで、話題になっております、はい、翔太さんのお弟子さんならではのお話を伺いたいと思います。この後12時からの登場で、そんなこんなで今日も1時まで生放送、日本放送